私の業績の一番おしまいの4枚目の資料4の最後になりますけど、関税粒子3級というのを挙げておきましたけども、その頭のところに H とこう大文字で書いてあるのはですね、私の単行本に順番に ABCDEFGH と書いといたんです、つけたんです。そしてそこに入れたですね、論文の頭には小文字で、例えば H という本の収めたのはこういう論文ですよってのは、H と頭に小文字で書いてあるのはそうなんですよ。平成11年あたりにやたら H が続いておりますけどね、このあたりに雑誌関税に関税流の歴史について毎月書かされましたんでね、それがもう今度の本に入ったんです。ここに挙げてるの全部、私の著書の全部ではないんですけど、歴史関係のものはみんな入ってるはずなんです。まあ私もね、こう見てみると結構でっかい本をいっぱい書いたんですけどもね、平成6年に出ました、北流のセリスト展開という本があります。平成6年 F という題にしておきましたけども、この本は私が今までやった本では一番ページ数は多い800ページある本なんですけどもね、この時期は私北流のことにも熱中して調べていた時期なんです。もともと私は関税流の歌を習いましたんでね、関税と縁が深かったんです。さっき言った関税久夫であるとか、そういう関税流の人たちとも縁が深まりましたしね、関税の家元とも書物の調査を通して大変お世話になりましたし、関税と縁が深かったんですけどもね、北流とはね、なぜかちょっとまた別の意味で縁があったんです。私、ワンヤ書店というのは今はね、宝生流の本の出版屋になってますけど、昔は北流の本もやっておられたんです。だから私がお世話になった湾屋書店の江島伊平さんという方は、舞台はね、北流を習ったんですよ。宝生でなくて北が行って北を習ったんだそうですよ。その江島さんが非常に北流の歴史に関心があって、私が、まあ、大学の学生時代にすでに江島さんとか本見に行っていたんですけどもね、北流の歴史にこんなものがあるよって見せてくれたのがね、北流正史という高林銀次さんという京都におられる北流の農学者でね、大変北流の歴史に関心を持って調べた方がいらっしゃって、雑誌北に連載していたんです。その連載した記事だけを抜き出してね、一冊にまとめた本を江島さんが持っておられたんで、それが面白くて読んだんですけどもね、どうも読んでみてもね、無理があるって言いますかね、初代の北次第のことについて神様のように書いていることが多いんです。まあ、北流の農学者だからしょうがないんだろうなと思いましたけども、それがね、先ほど その武将駒と猿むつばの論争というのあたりから多少武将駒という本に関心を持って、後にワンヤから本を出したんですよ。それがですね、私の資料の3の何ページ目になるかな、昭和33年に武将駒つけたり、昭和新人の評判という本をB6 の204ページ、ワンヤが出していた農学資料第7編、ワンヤ書店というのはですね、歌い物だけじゃなくて、大変農に役に立つ、研究に役に立つ資料も本にした本屋でして、戦前にね、農学資料という、豊高日記であるとか、林中師匠であるとか、そういう江戸時代の、ね、農に関する大変面白い資料を売れない本なの分かっていて出したんですよ。それを戦後にも続く、戦前6冊出しましてね、戦後にまた続けて出して、第7冊目は与田役者目録です。私の武将駒第8冊目で出版してくれたんです。私の最初の本ですよ、昭和33年というのは。35年に岩波文庫の猿楽団員出した2冊目なんです、私にとっては。この本出しましたらね、京都の高林銀次さんが手紙をくださいましてね、これ北流の悪口書いた本だけれどもね、その江戸初期の北流のことが大変よくわかる本なんで、これ活字してもらってありがたいってなことをお手紙くださいましてね、それからちょっと文通するようになった時に北流正史と読んでいますけども、だいぶ無理なところがあるように思いますと書きましたらね、私は北流の農学者ですから、家の伝え、流儀の伝えを、ね、信用する立場で書いておりますのでね、本格的な研究者からご覧になると多分おかしいと思っていっぱいあると思いますと、どうぞご自由に訂正してくださいっていうことを書いてありましたんでね、京都に行った時にお尋ねしまして、本当にもう私そのうち北流のことを調べてお説を
否定することをどんどん書きますよって言ったら、もう結構でございます、ぜひやってくださいってお話だったんでね、そのあたりから北里について関心持ってきたんですよ。そしたらね、国立の音楽堂ができる話があって、その準備段階でね、いろいろ我々一応学識経験者の人になってるもんですから、呼ばれて農薬者と一緒になってね、北里の家元北実さんともね、隣の席になったりする、しばしば起きてきたんです。その時にいろんな北里の歴史の話をしてるうちに、なんかうちの日向っていう妙な連れの家があったみたいなんだけど、よく分からんけども調べてくださいませんかと言われて、それで日向っていうのを家調べたりしましたことあるんです。そのあたりからだんだんとね、北里のことを詳しく調べようという気になって、つまり、ね、野瀬先生の源流校は江戸時代をやっていないと、江戸時代の能の歴史を調べると思ったら、まず北流という新しい流派ができたということがですね、農会の大事件になるんで、その創始であった北次第のことを丁寧に調べる必要があると思ったもんですからね、まあ源流校の後を継ぐという意味と、その高林さんやなどのこういろいろそういう個人的なつながりもあったもんですから、そういう面の関心と両方からね、本格的に北のことをやりだしたのがですね、まあ、昭和40年代の末あたりからなんですよ。その昭和58年のところに北次第おさよしをめぐる諸問題というのを70ページで書いてますが、その時に、その次にですね、北次第おさよしの遠能記録修正で40ページ。こういうですね、誰かのことを調べようと思ったら、まあ、どういう活動をしているかっていうのを具体的に番組で調べるのが一番手っ取り早いって言いますか、基礎作業になるわけですよ。そういうことがですね、法政大学農学研究所にいる人間にとってみると大変ありがたいことに、研究所にいっぱい集まってるわけですよ。そういうことができるっていうのは研究所の一番いいところなんですよね。普通の地方にいる人ならば何ヶ月もかかるだろう北主大の遠能記録の調査にね、そんな時間かけないで何千万って記録集められたんですから、自分で驚いたですよ。そしてこれはね、の江戸時代の能の調査には番組を集めることが基本的なこう仕事になると思って、その後若い人たちと一緒にですね、全国のそういう遠能記録を調査して集める仕事をやるようになってきたんです。それが今も大変役に立ってるんです。もう本当北次第っていうのは大変に名人でもあったらしいんでね、新たに一座を創設したなんていう変わった人ですから、伝説的なことがいっぱい混じってきましてね、例えばこれは大変豊臣秀吉に可愛がられたんだと。それで大阪夏の陣の時など大阪城に籠城してね、で徳川家康の本陣に切り込んだんだと。そんな武勇団までくっついておりましてね、同じ世話になったコンパル大夫は馬に乗ってね、七大夫はまだ若輩なんでね、もう勝ちでそれで一緒になって戦ったなんて話、伝説がくっついていて、その高林さんの書いたものはそういうものをみんな信用して書いておられるわけですよ。高林さんだけじゃない、皆さんそれ信用しておられたんですよ。ところがね、その番組調べてみると、大阪夏の陣に徳川方の勝利に帰した後のお祝いの能があった時にね、コンパル大夫が出演してるんですよ。そんなね、馬に乗って、ね、徳川家康本陣に切り込んだ人がね、その戦勝祝賀能に出るはずはないんでしてね、それはもう話す時代がおかしいんですよ。調べてみると何の根拠もないんです。結局、その、北次第は確かにね、大阪が加担して、乱後に浪人しているんです。浪人してね、黒田の世話になって福岡に行っていたということになっていて、福岡の方には、そこでもう次第からね、大臣を送電を受けたなんて、梅津さんなんて家もあるわけですよ。けれど、それも何の根拠も、調べてみると根拠ないに等しいんです。むしろ、普段をね、京都で遊女に能を教えていたって話の方が真実性がありそうなんですよ。そんなようなことからだんだん調べてみると、黒田の推薦で元和4年かなんかにね、歌い初めに呼ばれて、それで復帰を許されたなんてのもそうですしね、復帰したら翌年なんですよね。そんなのだんだん分かってきて、もう次第についても従来の説を全部ひっくり返すようなことになっちゃった。ついでに二代目から以降のこともね、大変に面白いことが多いんで、もう確か北流って本当にね、新しい流儀だけにね、なんか他の流儀の人たちよりはなんか主義的なところがあったみたいなんですね。
そういう人たちが北に集まったようなんですよ。将軍の若い頃にね、与田の役者とは別に将軍の相手をだけをする能役者がいたんですがね、そういう人は北流が多いとかね。で、各その人たちは幕府だけじゃなくて地方諸藩の方でも積極的に活動してるなんて面もありますよね。私はこの本のおかげで角川源義賞っていうのを頂戴したんです。これ角川書店が年に1回国文学と国史学、日本史学が一人ずつ業績ある人を表彰してくれるんで、大変ありがたい、100万円賞金ありましたんで、大変ありがたかったんですけれども、そういうもらったんですがね、その時の挨拶に、北市大夫のことを調べたってことで、結局、江戸時代の能調査の大通りを歩いたことになるんだと。自分でそのつもりで選択したわけじゃないけれども、結局北時代を調べ、北流を調べることによって、江戸時代の能、ね、の、ね、真ん中一番大事なところを調べる結果になったっていうことを話した覚えがあるんですけれども、その北流の歴史をね、先に書いたことがね、神出川の完全で、例えば檜書店の檜常太郎さんなどはね、牛と縁があり、神出と縁が深いのに、なんで北が先なんですかと、神出流の歴史を先にやってくださればいいのにってことからですね、の北の雑誌関連に何度も何度も関連流のことを書くようになったんです。その時にはまあ最初先代のね、元正さんが左近を襲名した時にね、左近と関連家という小さなものを書かされた時に、あまり簡単すぎたんで歴代の左近のことを詳しく書いてくださいって話が関連からありまして、その時にまず左近というのはね、8代目の関連大夫から始まるんですよ。だから8代目はちょうど徳川家康の時代の人ですから、ほとんど江戸時代の人になるわけです。そこを先にやったんです。それでね、その後で北流の成立と展開の後で書いた漢字の部分は、今度は室町時代から始まって、もう野瀬先生のお書きになったものなどを頼りにしてやってきたんだけど、どうもやってるうちに間違いもあるようだっていろいろ気がついてきましてね、で、神波から始めて次々と歴代の業績を追っていたら、それはもう新しいことが次々分かってくるんですよ。もうね、本当に能の歴史というのはね、未開拓の面が多いんですよ。もう他の分野ではね、もう何人もの人が取り組んで、次から次と新しいことが発掘されて、それに対する批判もあってってことでね、盛んになっていくんですけど、なぜか能はことにね、能の研究者は増えるけども、この頃の若い人はみんな作品論が中心なんです。ここの作品に関する研究が脳の研究の中心になってしまいましてね、歴史をやる人がまあ多くないんです。だから脳の個々の太陽の業績などもね、野瀬先生がお書きになった後はほとんど誰もやっていないに近いんです。小林静夫さんという方が戦前にだいぶ野瀬さんとは違う分野から切り込んだりもしましたけれども、残念ながらフィリピンで戦死なさいました。後継ぎが出なかったんですよね。で、平成になってから近くなってやってみたら、もうボロボロ新しいことが見つかってきちゃったんです。一番大きかったのは神出小次郎信光というね、もみじ貝とか船弁慶でたくさん能を作ってる人の、その人のことは生まれた年がまず15年も狂ったんですからね、驚いたんですね。それ1年2年ずれって言ったら分かりますけど、15年もずれた説がね、小林静夫さんがその説を提唱して、小林さんってまた文章がうまいんですよ。私ども学生の頃に読んでね、その論法に感服したことがあるんですけどもね、実にね、こう名文でもってね、こう、人を納得させる力があるんですね。15年も間違った論なのにね、それでも、それが野瀬先生もそれを信用なさったくらいですからね、調べてみたら、なんだ、その小林さんが論文の中にね、種坂幸喜という記録を引用して、白髪が増えてたんで、信光に年いくつか聞いたと、60と答えたという記事があるんですよ。それが本当の年齢だったんですよ。ところがね、小林さんはね、どうも、実際若く言ってるらしいと、60のはずはないと、他の記録から見るともっと年取ってるはずだと言うんでね、せっかくその種坂幸喜の記事を発見しときながらね、信用しなかったんですよ。そして他の間違えた資料に基づいて15年も遅れた年をね、生まれた年を考えちゃって論文書いてきたんです。
しかもですよ、15歳も違うというのはどういう結果を生んだかというとね、その時彼はロブミストの3代目の女見という人のね、8番目か9番目の子供なんですよ。第8子。子供大勢いたんですけどね。4番目の太夫は当然ね、信光の兄になる。長男が、これはね、歴代官で、三郎が歴代大夫ですけどね。4代目はとにかくね、若死にしちゃったんですよ。5代目を継いだのがね、関での刑事でいうと4代目の子供になってるんです。その4代5代目を応援するために小次郎信光は、自分は大鼓が専門だったんだけども、指定役もやってね、太夫の代理などやったんだという説がね、与田役者目録が出てくるわけです。で5代目はだからね、年が若い時代には、もっぱら信光が代わりやってたんだということが、これまた信光の業績に関しては、定説のように言われてきたんです。ところが当時の記録見てみるとね、五代目をね、信光の兄と書いたものがいっぱいあるんですよ。その通りなんです。五代目はね、子供じゃないんです。弟だったんですよ。で、ね、すぐ、信光すぐ上の兄らしいんです。順番がはっきり、七、八兄弟いて、誰が何番目かよくわからない面があるんですけどもね、信光が一番末で、そのすぐ上が五代目の神田であるらしいんです。神田五代目をね、四代目の子供とする説が間違ってたとかね。しかもその三代目に、四代目には実は子供がいたんですね。子供がいたのをね、弟が継いだ時に弟が自分の養子にしているとかさ。そんな話が次々に当時の記録を見ていくと出てくるんですよ。室町時代のね、記録と要するにその当時の武家たちの日記が主体ですけどもね、そういう日記がね、野瀬さんの野瀬先生の時代にはまあ活字になっていなかったものが、次々と活字になって読む、調べられるようになってきてるんですよ。そういうものが出ると、私ども、なるべくすぐに注意して読むようにしておりますけども、次から次に出ますのでね、なかなか目が通らないこともあって、忘れる、なんかことがあって、調べないとね、そこに目いかないものなんですよね。この、ひろきさんから書けと言われて、歴代のことを調べてみて、ちょっと調べると次から次新しい記録が出てきて、野瀬先生の説を訂正できる点が次から次に出てくるんです。面白くなりましてね、初め3、4回のつもりだったのが24回も続けたんで、結局それが今度の本の基本になっておりますけれども、自分でもやっていて楽しくなるくらいに新しいことが分かっていくんですよ。そのくらい能の歴史については未開拓な点がまだまだ多いってことですよね。私がこれだけたくさん論文を書けたのはね、何も猛烈に勉強して頭が良かったから書いたわけじゃないんですよ。次々と資料が出てくる、そういう資料を簡単に見られる場所にいてね、まあまあ、そういう仕事をすればね、給料もらえるっていうのは農学研究所の職員だったんで、大変ありがたいことだったんですがね、人よりはね、そういう時間があったもんですから、しかもね、未開拓なところへ割に入っていくと好きでしたからね、あまり苦にしないで次々と新しいことを調べることをやったせいで、まあ北流の成立と展開に続けて今度関での歴史一応まとめられましたんでね、早速もうね、片桐昇君なんてのはずっと僕の弟子の一人ですけども、もう法政体を悪くて体感しましたけどもね、法相のこと長いことやってきたんです。法相に関する論文いっぱい書いてるんですよ。それでね、法相流の歴史をまとめろと以前から言ってるのにね、心臓がちょっと弱い、本当に心臓病でちょっと危ないこともあったんですけどもね、体が大事でなかなかやらないんですけども、先生、北の館でも終わったら今度は法相も私やりませんからやってくださいよなんて言ってるんですけどもね、流儀の歴史として面白いのはやっぱりね、それは北であり館でであってね、後の法相や今後は面白くないですよ。コンパルはね、昔コンパル小弟子修正っていうのでね、だいぶ調べたことがあるんで、まあ、これ、いや今や、面白いかもしれませんけれども、金剛とか宝生ってのは何にも材料がないんです。これはもう、ヨザとは言いますけどもね、関税コンパルと宝生金剛というのでは、もう徳川時代の初めまではね、雲泥の差があったんですよ。もうヨザと並べるのはね、滝木山岳の場合だけなんです。あとは段違いでね、例えば
将軍宣言祝賀の珍しい、大変最高にめでたい式学の代表的な行事でもですね、家康とか秀忠の時には初日は神戸とコンパルと今後よ夜出る、初日だけ夜が出るんですけど、2日目3日目は神戸コンパルだけですよ。そのくらい差をつけられていたんです。北流が新たに進出してきたためにですね、なんか金剛や宝生はあと得した形ですよ。北だけをね応援するはいかないんで、金剛宝生もくっつけて他の三座も三流もね、関税コンパルと同じように扱う風潮がだんだん江戸幕府内強まっていったんです。家光のあたりからはね、だいたい江戸城内の催しでは余座平等になっていくんです。そういったね、余座というのの勢力関係などについてもまとまって調べたものはありませんしね、まだ能の歴史というのは私がいっぱいやってはいるけれどもね、こんな一分野なかったに過ぎないんです。やってないとこいっぱいあるんですから、若い研究者の方々はね、作品研究もいいけれども、手っ取り早い成果が出るのは歴史的な研究の面ですよ。これはね、完全に、ね、確実に成果が出ますからね、若い方には進めたいですね、私は。作品研究ってなかなか難しいんで、今はね、この次話するつもりですけど、作品研究は非常に精度が高まってね、よほど綿密な研究法を取らないと、太刀打ちできないっていう面があるんですよね。その点、歴史的な調査などというのは、そうそう変わるものではありません。時代的な流れが、流行りがあるわけでもありませんでね。基本的なことを忠実にやっていけば、そんなの成果を出てくる分野だろうと、私は自分でやってきた経験からそう思うんですけどね。1、2枚目のところに、これは2枚目の資料2のところにはね、その最近の近年の歴史的な研究の成果を一応まとめて出ておりますけども、これ見ましてもね、あんまりその若手が出てないとよくわかるんですよ。だからね、幅が広がったのはいいけども、どうも能に限定して言えば、広がったためにかえってね、なんか深い、ある一つの面で深めたものってそう出てないような感じがするんですけどね。いろんな能のやりたいこといっぱいあってのは、私がね、いい先取りした形ですけども、昭和60年に私は能の動音と渋滞っていうのを国語と国文学に書いております。私、国語と国文学に珍しいこれだけですよ。東大の出してる学術誌なんでね、私でもあんま縁がなかったんだけど、私この年に、東大に1年間だけ講師に出たことがあるんで、その時に講師に出た人はみんな書くんだとか言われて書かされたのがね、能の動音と渋滞。つまり、神戸流の歌い文、古い歌い文を見てみると、どちらも合唱部分なのに、動と字との違いがあると。ある部分は動と肩書きがして、動音ってことですよね。あるところは渋滞、字と。どういう、何の区別だって、昔からね、これは論議されていたんです。昭和35年に雑誌能楽が発刊になった、その年にもうそれに関する論文が出てるくらいにね、昔から皆さん問題にしたところなんです。それについての考察をまとめたものです。要するに、私に言わせると、動というのは動音で、これは、人が歌うべき文句に他の役者も声を揃えるんだと。人に限らない、その場の主役と言ってもいいかと思う。その場の主役に対して、他の人が、ね、声を揃えるのが動音だと。渋滞というのは第三者が歌うべき文句なんだ。第三者の歌いと考えていいんだと。つまり、してだけ一人では肝心の文句が聞こえないんでね、ぜひみんなに聞いてもらいたいような肝心の部分は同音で歌うんだと。だから、和紙も一緒に歌うんですよ。連れも一緒に歌うんですよ。全員が一緒に歌ってたんです。そういうのがしきたりになってたんですよね。そういうのも記録が、室町時代の末の日記など見てみていっぱい出てくるんで、能はして中心、してが中心だけど、歌いは脇が中心だって言うんですよ。なんでね、歌いの面脇が中心かね、脇が地頭だったんですよ。脇が地頭なんで、今の形は考えられませんけども、幕末までそうだったんですからね、江戸中頃までそうだったんですよ。つまり、渋滞というのがね、今は、渋滞座というのがあって横丁に座ってますけど、それはなんか元禄頃に一般化したんであって、それ以前には今の沖縄のように林方の後ろに渋滞座ってたわけですよ。
ですから渋滞しての口元全く見えないんで、脇は斜め前にいますから、脇座に座ってますからね、しての口元が見えるんです。だからしてとのやり取りの後の、なんていうの、口元、しての口、面はつけていても、もう口の動き分かる、喉の動き分かりますからね、渋滞が歌うのを口を見てね、渋滞の、脇が歌うのを見て渋滞は声揃えたんで、字は脇がリードするということはいろんな伝承に出てくるんです。したがって脇方というのは非常に歌いを洗練したんですよ。今のね、下がかり豊昇流の歌いなどというのは、私はよほど他の下がかりの人方の流儀よりはね、歌いがしっかりしていると思うのは、もともと渋滞の部分は自分たちが責任を持つんだという意識が強かったせいだと思うんです。そういうわけがね、だんだんとその地頭のして方に奪われていく過程が、江戸後半の記録がある程度把握できるんです。そこが、ちょっとまだ僕も把握しきれていないんですよ。つまり、渋滞の並び方にしましてもね、江戸城では5人、5人、5人、3列だったの、江戸城の。これはわかるんですがね、今のように4人、4人で8人が定型になるのはいつなのか。まあ、定型で決まってるわけじゃないですよね。今でも、3人、3人で6人のことだってあるし、10人だってやることあるんですけども、なんかこの頃書いたものを見ると、8人が定型みたいに書いてますけど、なんか決まってないんですよ。それにしてもね、2列になってね、地頭が後ろの方の真ん中にいるのが地頭の形になったのはいつからなのかっていうのはね、残念、まだ把握できないんだよ、僕は。その当時のね、渋滞の配列を書いたものがあるんですよ。いくつかあるんだけど、それ見てもね、効率であることは間違いないようなんですよ。効率であることは間違いないんだけども、端っぽに一番うまい人が並んでるケースが多いんですよ。それでね、どうも、端っぽ、一番、ね、今の前列のね、の左端の人が大喜利取るときなどは、みんな、それがその基準になっていくんですけどもね、どうもその前列の一番端っぽ、黒川の方ではそこが一番偉い人が座るんですよね。で黒川能ってのは妙なところ古い形で残してるんですがね、前列の一番端っぽの人が刀の先に出てきますよ。地頭なんですよ。あれがね、やっぱりこんな古い形じゃないかって気がするんですがね、いつからね、脇方の地頭だったのが、して方の歌い手の中心が地頭に変わっていったかっていうのは、まあつかめないんだけども、この国語と国文学の能の動音と渋滞を書いた頃には、それ一生懸命調べてたんですけどね、この頃ちょっと中断しちゃって、残念ながら、やってないの。こういう問題もありますしね。それからね、平成2年のところに、能の変貌、演目の変遷を通してっていうのを中世文学35号に発表したと書いてますが、これは学会で、講演で話したことを論文化したもので、能の演目、つまり、世阿弥時代から今日まで、随分演目には変化があると、いうことを時代を通して眺めてみたものなんですよ。で室町時代に流行っていた能と今日流行っている能とはまるで傾向が違うとか、そういうことも本当は言いたかったけど、そこまでやってないんですけどもね。例えば徳川綱吉時代にやったら珍しい曲をやるようになっちゃったんですよね。それでずっと渦漏れていた曲がいくつも復活しております。綱吉というのは本当に随分能界にはね、弊害を与えた人物でもあるけれども、まあ、渦漏れていた名曲をね、復活したという意味では、彼の功績は大きいんです。本当、それは綱吉の功績か、個人の功績なのかね、当時の、まあ、幕閣の考え方が主体なのか、まずよくわからない面があるんですけどもね、いろいろ演目の面で大きな変化があって、例えば今、能の世阿弥作の代表の言われる絹田なんていう能もね、昔、絹田の能の、はい、中絶と復活というような論文を書いたことありますけれども、室町末期にはほとんど耐えていた曲ですよ。それを江戸中期に各流が争って復活しているんです。よろぼしもそうです。この間、よろぼしについては、旧公会の能の講座というところで話しさせられましたんでね、少し調べたんですけども、でもよろぼしというのはやっぱりね、天南の頃に久しぶりで演じられていますね。綱吉は大体遠方の末に将軍になって、天南、上京、元禄と、まあ、将軍でいたんですけども、上京、元禄になってからね、珍しいのをやたらやるようになるんですけども、その先駆けですね、よろぼしはね。まだ、綱吉の息がかからない頃に始めている可能性がある。仙台で始めているんですよ。なぜか、よろぼしがね。そ
それ以来あちこちやるようになりましてね、またどの流儀もね、夜干し面白いって言うんで復活したようなんです。七境地夜干し献上という3番はね、関西では非常に新しい曲なんです。これ私何度もあちこち言うんですけども、田中誠さんって私が構成引っ張ってくれた小鼓の専門、小坂光晴さんって方は、車屋歌い本を元にして朝日古典全書の謡曲集の注釈をしたくらいでね、大変学問的な業績も大きい方です。これ番外曲の研究で有名でしたけどもね、小鼓が専門をだんだん本格的になりましてね、本業になっちゃったんですよね。でしょっちゅうの研究所でもね、これからどこそこ行って何打つんだなんて話してましたけどもね、夜干しの時何でも稽古してるんですよ。夜干しのしょっちゅう出るのに野朝稽古しなさっていいんじゃないですかって言いましたらね、君ところが夜干しはそういかんのだって言うんですよ。なぜか夜干しという曲はね、細かいところで随分流儀によって鼓の手が違うって言うんです。だからね、つい間違えてね、宝生の夜干しの時にね、来たる手打ったりとかしちゃうことが多いんでね、ちゃんと予習していかないとね、夜干しは困るんだと。どうしてか知らん夜干しは細かいところが大変違うんだっておっしゃってましたけどね。つまり復活するときにね、各理由ともに新しい生き方っていうかね、それを試してみたんでしょうね。もう昔からやってる曲じゃなくて新しくやるんで、そういう工夫の余地があったっていうか、しなきゃいけなかったんだろうと思うんです。そういう曲もありました。そういうの曲の変遷について調べたのがこの論文でしてね、これなど私後世に残す値打ちのある論文だと思ってますのでね、結構その能の実際の能がどのように移り変わってきたかということがね、能の歴史の研究の大きな流れになるべきだって考え方はさっき読んだように初めから持っていましたけれども、なかなか自分でもそれやれませんでした。ただやっぱり個々の作品などを通してですね、随分能で変化があったということはもう次から次に分かってきましたんで、私自身はやらないけれども、若い方々でそういうね、能の変貌の過程というのを丁寧に調べようという方はだんだん多くなってきているように思いますね。私がその作品、個々の作品について随分変化があるということを意識するようになったのは、夜は恋の重荷が一番最初でした。これはかなり早いんでしてね、昭和38年です。昭和38年のところに恋の重荷の歴史的研究という論文を書いております。この昭和38年、これはね、私、法政大学の文学のゼミで担当、浅見正邦君って学生だったんですよ。それで一番1年かけて丁寧に調べようっていうんでね、なぜか恋の重荷を選んでやったんです。もう恋の重荷という曲はね、今カンゼでしかやりませんけれども、そのカンゼもね、室町時代の歌い本が残っていて、大変に文句が違うんです。で、どういう形に変化してきたかを調べると同時に、演出の面も調査してみたらですね、大変に違ってたんですよ。今の恋の重荷というのは、重荷を持ち上げかねてね、まあ自殺してしまうわけですけども、その後の方は全然重荷は意味がないんですよ。後してには関係がない重荷は。と昔の演出でいくと、重荷はね、その場に置いたままになってるんですよ。その重荷をね、後してがね、軽々と持ち上げて、女房の背中に乗っけるんですよ。で逆に女房に重荷を持たせ、苦しめるわけで取るわけです。そこでね、なんか、うねみの山の山盛りも、こんな重荷は持たれやしないなんて、女房が悲鳴上げる。その女房の悲鳴が今は地唄になっちゃってるからね、なんでそれを歌うか意味がわからないんですよ。乗っけられた女房が悲鳴上げる歌いなんですよ。そういうところがね、もう忘れられちゃって、もう、大変穏やかな鬼になっちまいましてね、最後はハモリの神となって守りましょうってのはね、ありがたい鬼になっちまう形ですけど、昔は恋の鬼に、愛の鼓に負けないくらいにね、荒い鬼だったみたいですね。内容から言ってもそうあるのは当然だと思います。そういう大きな変化があるのを驚いてね、これ論文詳しく書いたんですけども、その時にこういう個々の曲の演出の変化っていうのはね、曲によっては相当激しいものもあるはずだと、そういうものの調査が大変大事だろうなんて、一時ながら実は私自身はね、あんまりやらなかったんですよ。むしろ小田幸子さんなんてのは、その間もなく法政の大学に来た人ですけど、そういう人、小田幸子さんなどは
そういう面もかなりやっておりますし、山中玲子さんなどの習い物の関係のことでそういう演出の変化で大変調べておられますけども、こちらの面は作品研究に並行して個々の曲の、ね、演出の変化も考えるというのが作品研究の一分野っていいますかね、そういう意味で僕皆さん普通の方法になっているようですけど、そういう面にはまだまだ問題は多いと思うんです。まあ私ね、正直言って自分でこういうこれやたくさんやってるの見て、あと他の並べてみてね、どうもね、他の人がどうしての歴史のをやってくれないのかなっていう不満と同時に、あまりにも作品研究主体になりすぎてる現状にちょっと心配も感じるんですけども、一番下の方のね、平成17年のところに宮本敬蔵著上方能楽史の研究というの、これ法政大学能楽賞を授与された大変優れた業績ですけどね、確か天野文雄君なども結構能楽史に関する新しい論文と書いておりますし、能に疲れた権力者の豊臣秀吉に関する大変いい論文も書いておりますけども、この宮本敬蔵君のこの本には私正直言って感服しましたですね。私はね、やらなきゃいかんと思いながらちょっと手出せないと思っていた面をもうどんどん手を突っ込んで、もういい成果を次々上げているっていうのはこの本ですよ。これだけはっきりしたね、成果が出てくる、いかに未開拓であるかってよくわかると思うんですよ。まあまあこんな人が次々に出てくるとね、歴史的な研究もまだ前途明るいのかなっていう気もちょっとするんですけどもね。上方と限定されているだけに、確かに上方、江戸、近畿地方の方が中心なんですけれど、初版の方にも渡っておりましてね、まだまだやりたいこと本にいっぱいあるようで、今完全にいろんな面白いこと書いております。江戸時代のことの調査全体熱心なようですね。ちょっと今話も出ましたけどもね、北流のセリスト展開をやったときに、北流というのは大変四国、九州、中部に、西国の西の国の方面に、勢力があった流派なんですよ。大体戸様大名が能の普及に熱心だったんですけどね、戸様大名は自分は戦などにする意思ありませんという姿勢を示すためにもね、必要以上に能に力を入れたんで、伊達政宗とかが一番いい例ですけどもね、はっきりもう伊達政宗が能をやることについて誰でしたかね、お互い様でバカなことをすると言った人に対して、いや彼賢いんだと、そういう姿勢を見せてね、幕府の猜疑心を弱めている効果があるんだと言った他の大名がいたはずなんですけども、どうもね、北流というのはなぜか西国の方に勢力が強いんだ。それはつまり秀忠の時代に能を始めた人、諸藩なんですよ。やっぱり将軍の意向というのは非常に諸藩、諸大名に影響を与えるようでしてね、豊臣秀吉、徳川家康時代に藩に能役者を抱えたところは、ね、コンパル流ですよ。古い加賀藩などもそうですしね、加賀藩は後宝鐘になりまして、初めコンパルだったんです。それから仙台藩がそうですよね。尾張藩もそうなんですけどもね。それがね、秀忠の時になると、ほとんどみんなね、もう北流ですよ。北流の役者を抱えているんです。次第を長男の受験というのがいまして、これが京都でいて、隠居した形で歌いの指南をしてたんですが、この人の、大手弟子を育てたようで、それが西国の大名の家に抱えられているんです。で、綱吉時代になってからね、初めて能を取り入れた藩は宝生流ですよ。大宇などはそうなんです。戸様大名は早くから能を盛んにやってましたけどもね、譜代の大名たちは戸様と違ってね、疑われる心配がないですから、無用な金を能なんか使わないんで。ところが綱吉がやったら能を好むもんですからね、綱吉のご機嫌を取るためには譜代大名といえども能をやる必要が出てきちゃってね、東北諸藩などは大方宝生流です。そういう意味で将軍の意向というのは強く作用したもののようですね。その次第を姉妹時やった時、困ったのはね、各諸藩に北流の能役者がいて活動したことは分かるけども、具体的な活動の跡が分かる藩というのはほとんどないんですよ。で、諸藩の能で調べがついているというのはね、
仙台藩の能は早くから調査、古戦前から調査した人がいました。仙台藩能楽師というのはこれは特別で別格です。あと南部藩、あと金沢の能楽師というのはこれはまあ昭和40年末になって本がまとまりましたんですけど、そのくらいしかまとまったものがないくらいにね、地方諸藩の能のことがわからないんですよ。これはね、確かにね、中央に東京あたりにいて地方諸藩の能を調べようと思うと旅費だけでも大変なんでしてね、便宜もあまりないですしね、これやっぱり金沢なら金沢の人がやっぱりね、金沢の能のことをいい仕事をしているんで、仙台藩も同じなんですよ。地元の人でね、そういう研究能力のある人が取り組んでくれれば一番成果は上がりやすいんだと思うんです。必ずしもそういう人がいるとは限りませんですからね、まあ力がある人は遠くまで出かけてやってもこれもいいんですけども、なんせいくつも藩があったわけですからね、それはみんな調査が及ぶというのはかなり先にならないと無理なような気がしますけども、いずれに遅れてるのは地方諸藩のね、能楽師の研究がほとんど解明されていないというのは残念です。まあ、最近はいくつかという報告は出ておりますけどもね、去年鈴木正人さんという人が能楽年表、能楽師年表というのをお出しになりまして、古代中世編で、あれ慶長までなんですよ。あそこまではね、まあまあでしたけども、この次の今伊豆時代の分やっておられる第2冊が間もなく印刷に出るようですけども、僕ちょっと初め原稿を見たんだけども、僕は1冊目はね、序文書いたくらいで大変お手伝ったんですよ。で2冊目はうんざりしてね、僕はもう手伝わないことにしたんですけど、分量が多すぎるんです、とにかく。もう、初版のものを丁寧に入れ出すとね、何冊にもなっちゃうんですよ。その記録がやったらある。例えば、鈴木さんっていうのはね、仙台藩の能の調査から入った人なんですよ。仙台藩のことはえらい詳しく調べてるんです。だから、僕の名前知らないような人たちがいつどこで何を習ったとかね、そんなことがいっぱい記録に出てくるわけです。一方では全然記録が出てこない版がありますからね、バランスがすごく悪いんですよね。だから一ページほとんどずっと仙台版の言葉が並んでちゃね、能楽師年表の感じにならないんでね、これはちょっと減らさないとね、かえって詳しすぎて、もう人が避けてしまう通るようになりますよってのを注意したんですけども、どのくらい削れたか分かりませんし、他の版のこともできるだけ追加したいと言ってましたけども、江戸時代だけでも何冊にもなるようだね。なかなか全部揃えて買おうという人がいなくなっちゃうんじゃないかって気がするんですけどもね。まあそれ見ても大変アンバランスで、よく調査が行き届いている藩と力ざる藩とではね、まるで違うんですよね。私のせがれなども時々九州の方へ調べに行って、いろんな藩のことを調べるようですけどもね。材料はあるようですね。ありすぎて困る面があるようですけれども、確かもう今度本にも書いたんですけど、ね、室町時代のことは資料が少なくてなかなか能の歴史はたどれないと。江戸時代になると逆に資料が多すぎてやりにくいと。つまり選択するのにね、大変に労力を要するという面が新しいあたりの調査に確かにくっついてるんですよ。そういう面など、とにかく未開拓の面が大変に多いというのは、これは能のあらゆる分野について言えることかもしれません。先ほど作品研究などは大変に精密化して取っつきにくくなっていると言いましたけれどもね、じゃあどの曲についての、全ての曲についてそういう調査が行き及んでいるかと、そんなことはないんでしてね。もう、皆さんが調査する曲でも意見が合わないって、全く違う意見がね、並立しているものもいっぱいありますし、作品研究だってまだやり残している、やりたいことがいっぱいあると思いますし、どの面、どの研究のあらゆる面についてそれは言えるんだけれども、ことに歴史的な研究の面は、成果が出やすいのに取り組む人が少ないと言っていいんじゃないかと僕は思ってます。自分でやってみて成果が次々上がったのが何と言っても歴史的な研究の面でしたのでね、そのことをちょっと強調しておきたいと思うんです。あまりまとまった話もできませんでしたけれども、まあ、何度言うように私は歴史に一番関心があったんで、自然に歴史のことについて書く機会が多くなってね、まあ、これでも全部抜けたわけじゃないんで、かなりの省略したものもありますけれども、
まあ、これだけいっぱいいろんなことをかけてきたっていうのはね、まあ、面白かったですよ。本当にね、やればやるほどなんか新しいこと分かるっていうのは、こんな楽しいことはないんですってね。その、雑誌関税に、関税の歴史について24回も書いたっていうのは、書くたんびにね、自分でも驚くような新しい発見があるんですよね。そういうことがあると、もう楽しくてしょうがないって、それで続けてきたっていうのは実態でしたですね。今度の、私の本に、関税粒子3級という題にしましたけども、これは何度断るように、高斎勤さんのね、弟子3級という本の3級という名前をもらったんですよ。高斎さんという人は禅の研究の方でも大変業績があった人でしたけども、3級、参り極めるというのは、禅宗の要するに具体的に座禅を組んでね、脳の勉強することなんです、3級というのは。それで、高斎さんは、自分の著書の最後の論考集に、弟子3級って、これはもう、本自体ではなくて、いくつかの論文のグループの題だったんですけどもね、是非って世阿弥さんってことですね、継承ですからね、世阿弥さんありがとうっていう意味を込めた三級だったんですよね。高斎さんの命名の匠さんには本当にいつも感服してたんで、その是非三級の三級もらって、先日3年前の、ヒアナメイカが出した大和猿楽師三級に初めて使ったんです。今度、2度目の三級なんでね、三度目には今度脳の歴史に関する三級にしたいなと思ってるんですよ。今からもうなんかそれを予定して、まあ三年に一遍ならね、あれ、もう三年ぐらい元気やってりゃなんとかなるんじゃないかって気もします。その次は脳学士三級とかなんか、そういう名前の本出したいなと思ってるんですけれども。まあまだまだね、発言はするつもりでおりますけども、本当種無人ですのでね、若い方に歴史に関心を深めてもらって、次々とね、成果をまとめてくださることをお勧めして、今日の話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。